エッドィン・フィッシャーは、スイス出身、主にドイツで活躍した名ピアニストで、優れた指揮者、教育者でもあった。バーゼルに生まれ、同地で、ハンス・フーバーに、知事、1904年に、ベルリンに移り、シュテルン音楽院で、マルティン・クラウゼに学んだ。したがって、クラウディオ・アラウトは、同門ということになる。翌年には早くも、同校の教授となり、1914年まで務めた。 後には、ベルリン高等音楽院の教授にも就任している。指揮者としては、1926年リューベックの還元楽団、1928年からは、ミュンヘンのバッハ協会を指揮、さらに自ら室内還元楽団を結成しその指導にあたり、競争曲の演奏では、独奏を兼ねながら指揮をする、いわゆる引きぶりと呼ばれる演奏習慣を復活させた。 フィッシャーはオーケストラを前にしてハイドンかモーツァルトの公共曲を指揮し競争曲で前述の通り式と独奏を担当するというプログラムのコンサートをしばしば行ったが1938年から戦後にかけてのザルツブルク音楽祭におけるウィーンフィルハーモニー管弦楽団との共演は音楽祭の恒例行事となったフィッシャーは人間的にも 音楽的にもウィーンフィルのメンバーを魅了し、同オーケストラの第二バイオリン主席奏者を務めたオットー・シュトラッサーは、もしかしたら、聴衆たちよりも私たちにとって、一層大きな歓喜であったと思われると述べている。1942年には母国に帰り活動を続け、ヘルテンシュタインの自宅で73年の生涯を閉じた。同時代の音楽家とも深い交友関係を持ち、 ピアニスト仲間のアルフレッド・コルドーや、バルター・ギーゼ・キングとは相互に信頼と尊敬を抱く、仲だった。指揮者のビル・ヘルム・フルト・ベングラーも親友であり、共演を重ねた。バイオリニストのゲオルク・クーレン・カンプとチェリストのエンリコ・マイナルディとはトリオを結成、クーレン・カンプ没後は、ボルフガング・シュナイダー班が加わった。教育者としても豊かな素質、人間性を持った結出した人物で、 パウル・バドゥラスコダやダニエル・バレンボイム、アルフレート・ブレンデルなど数多くの名ピアニストを育てたことでも知られている。自分もモーツァルトの競奏曲をピアノを弾きながら指揮したいと語ったバレンボイムには以下のようなアドバイスをした。もしモーツァルトの競奏曲をピアノを弾きながら指揮したいのなら、まず指揮だけを単独に学ばなければなりません。単にオーケストラを当てにするというのではいけないのです。 式と演奏、両方をやらなくてはなりません。その時にだけ、式専門の指揮者では、容易に到達できない、均質なまとまりを手にすることができるのです。フィッシャーは、良きヨーロッパの伝統を20世紀に伝えた存在であった。暖かく、心のこもった内面的な演奏は、深い音楽性を称えていた。技巧的な問題点を指摘されることもあったが、 楽曲の本質的な精神を把握することにかけては、無類の存在であって、非常に高い尊敬を集めた。ヨハン・ゼバスティアン・バッハの演奏では、同時代の第一人者で、平均率クラビーア曲集の全曲録音を1933年から1936年にかけて、世界で初めて行った。その他、ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、ベートーベン、フランツ・シューベルト、 ヨハネス・ブラームスなどのドイツ古典音楽を得意としていた。ダニエル・バレン・ボイムはフィッシャーの演奏について以下のように述べている。私がそれまでに聞いたピアニストの誰よりも自然なレガートを持っていた。彼はペダルを使わずにレガートを演奏することができた。ということは、つまり彼はペダル使ってもっと他の表現を付け加えることができるということでもあった。 彼が弾く和音の響きには自然な輝きがあった。著作の役所に音楽感想がある。A.B. シュトラッサー、158ページ。A.B.C.D. バレンボイム、26ページ。ありがとうございます。